皆様こんにちは。今回は兵庫県姫路市夢咲町の物件をご紹介します。当物件の敷地は4段の段差があるひな団地です。1段目にはアプローチとお庭があり、2段目にお家が建っています。それでは宅内をご案内します。こちらはお庭に面した縁側がある和室6畳です。隣には床の間と収納付きの和室6畳と、さらに隣にはこちらの洋室 6.5 畳があります。こちらは8畳のダイニングキッチンです。勝手口を出ると屋根付きの土間スペースがあります。2階へ上がり、こちらは和室3畳です。正面の窓からベランダへ出られます。こちらは和室6畳と和室 4.5 畳の続き間です。それぞれに出入り口があり、個室としてもお使いいただけます。こちらは車庫です。駐車スペースは他に、段を上がり4段目の敷地にも2台ほどの駐車が可能です。3段目の敷地は菜園スペースなどにおすすめです。高台に立つこちらの物件はいかがですか？ご案内などお気軽にお問い合わせください。